コルドバクルブ・デ・フトボルは、スペイン・アンダルシア州コルドバ県コルドバに本拠地を置くサッカークラブ。1951年 CD サン・アルバロとして設立された。18,280 人収容のエスタディオ・ヌエボ・アルカンヘルをホームスタジアムとしている。2020から21シーズンはセグンダ・ディビシオン B 所属している。エスタディオ・ヌエボ・アルカンヘル・コルドバ CF の前身クラブには、SFC、コルドバや SD エレクトロメカニカスや RFC、コルドバなどの名前が挙げられる。スペイン内戦後の新体制では、異国風の名前が禁止されたため、RFC コルドバは CD コルドバと名称を変更した。RFC コルドバは1944年に、全身白色だったユニフォームを緑と白のストライプに変更し、1945年には、エスタディオアメリカからエスタディオデルアルカンヘルにホームスタジアムを移った。1953から54シーズンには CD サン・アルバロでコルドバと共にテルセラディビシオンに在籍し、同シーズン終了後に両者が合併してコルドバ CF となった。1960年代初頭や1971から72シーズンには、計8シーズンをプリメーラディビシオンで過ごしている。1964から65シーズンにはホームで無敗を記録して5位となったが、自治体のインフラ問題のために欧州カップ戦への出場は認められなかった。この後の約40年間は、セグンダディビシオンや3部相当のカテゴリーに在籍することが多かったが、1984から85シーズンにはテルセーラディビシオンに在籍した。1993年からはエスタディオヌエボアルカンヘルをホームスタジアムとして使用している。2013から14シーズンは7位となり、昇格プレーオフに進出した。プレーオフ準決勝はスポルティング基本に勝利し、プレーオフ決勝ではラスパルマス相手に第1戦が0-0のドロー。第2戦は、試合終了間際までラスパルマスが1-0でリードしていたが、アディショナルタイムにコルドバが同点に追いつき、そのまま試合終了。2試合合計スコアは1-1だったが、アウェーゴール差でコルドバが勝利し、1971から72シーズン以来42シーズンぶりにプリメーラディビシオンへの昇格が決まった。CD サン・アルバロとして、コルドバ CF として、中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。GKDFMFFW。ありがとうございます。